シュノさん、沖縄へようこそ。メンソーレ。ありがとうございます、メンソーレ。絶対使い方は間違ってますけど。昨日予約してなくて、レストランを予約しとこうかって言ってたんですけど、木曜日だしいいかと思ったんですけど、それで9時半に寝たんですよ。で9時半に寝て、早いね。でも最近ちょっとなんか多分緊張のせいか早めに寝てるんだと思うんですけど、9時半に寝て、あ、しますします。だからイベントに向けて大丈夫かなとか、全部買ってるかなとかもう一回考えてるんで。でそしたら11時半に起きたんですよ、ジェイドが寝るって、でそしたら11時半に起きて、たまたま思い出して、その予約してないことで、ジェイドも電話した方がいいかなって言ったら、したらって言って、12時に閉まるこのお店に11時半に電話して寝ながら、で、すいません、明日の7時で来ますかって言って予約したんですよ、この店。そうなんだね。そしたらジェイドも次の朝、昨日予約してたからねって言われて、覚えてる覚えてるよねって。そうそうそう、まさか無遊病みたいに電話するわけないじゃんとか。でもたまに覚えてない時もあるからね。まあ確かに。でもそういうのあるよね、変にさ、パッて目覚めた時に思い出す何かがあるよね。ありますあります。あれって面白いよね。その前の日はパッて起きて、それも夜中ぐらいに、あ、イベントで水必要だなと思って、でアマゾンでその直で水買わなきゃってね、はい、直でオーダーしました。で28日にケースごと届く予定になってて。そういうのはなんかどこが働いてるんだろうね、脳みそのね。そうですよね。面白いよね。どこかで考えてるんですかね。多分ずっと考えてるんだろうね。でしまっちゃったんだろうね、どっかにね。それがいきなり開く出てくるんだよね、こうポッとね。面白いよね、人間の脳って。確かに。でも何か忘れてる気がするんですよ。いつも私その感じですよね。いつも何か忘れてる気がして、本当にいつもそういう感じ。前回も、私どこに行くんだったの、羽田空港に、私なんで羽田空港行ったのよ、去年。その時で忘れません。去年の夏、なんでなるみちゃんたちに会いに羽田空港行ったのよ、私。知らないです。シロさん迎えに来なかったですよ、私。あれ？去年の夏に、ああ、大阪行ったんですよ。大阪行ったんだ、そうそう。大阪に行くんで、羽田空港行くのに、羽田空港行きのリムジンバス乗るところまで意気揚々と行ったら、Wi-Fi ルーター忘れて、やばっつって速攻帰って、速攻乗ったけど間に合ったんだけど、今回また全く同じことをしてるし。民泊出たら、ゆっくり早めに行ってゆっくりしてよと思って、トロ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 って言って、バス停でもう一回ちょっと時間をかけちゃうと、あ、またルーター忘れたで戻って間に合わないからタクシー呼んで、はいはい、でリムジンバスは間に合ったけど、何回しても同じことをするんだろうかな。もうあれ、チェックリスト作らないといけないんですよ。本当にダメね。しのさん、沖縄ここラグジュアリーあれなんですけど、そうだね、シニアリビング、ルックスラグジュアリーだね、これね。2000万で住めるそうですよ。あら、そう、まあでも2000万でこの場所的にはどうなの、いいの？めちゃくちゃいい場所です。ジムにも連れてってくれる、スーパーにも連れてってくれる。あら、はい、ちょっと全部に連れてって、今私家売ったら2000万ぐらいできる。もっとですよ、今2000万。そしたらここ買っとかね。はい、買っとかね。海見ながら、ラグジュアリーに。でもちょっと海っつっても、あれ海ですよ。でも上から見えますもん、いいとこ。あれで、ちなみに病院もくっついてます。おー、すごいね。だから、死んでも。ほんとオールインワンだ、俺。オールインワンだ、俺。お葬式もできてる、これね。オールインワンだ、これ。手伝ってくれる。いいね。ラグジュアリーホーム、沖縄結構増えてるみたい。いいよね。でも絶対考えるよ、私。本当リタイアメント沖縄にしようかなって思っちゃうよ。本土の人ですよ、全部らしいだよね。兄が言ってました。絶対そうだよ。だからね、ここでやって、まあ沖縄に来る観光客の人たちに、ローカルで英語のガイドしますよって、おばちゃんだけどっつって。でも意外にいいリタイアメントライフだと思いません？思う、超時間過ぎるのゆっくりですよ。ゆっくりだし、全部に送迎ついてるしね。え、ボケなければね、ここがいいな。ボケたらどこがいいんですか？ボケたらどうしていいか分かんないじゃん、もう自分がボケてるから。ああ、だったらどこでもよくないですか、ボケて。確かにね。ただね、やっぱりね、どっかね、施設に入れてもらうようなお金をどっかに置いとかないといけないでしょ。そうですよ。ここだから、ここがあったら。こうなったら、ここにもう入れ込んじゃっていいからって言っとかないと、このお金で。そうそうそう。うちの母親がね、まあ友達がみんな80とかさ、82なわけよね。みんなそういうさ、死活的なさ、話になるわけよ。ですよね。で、仲良くしてる親友の、最近旦那さんが半年前に亡くなっちゃって、で、まあちょっと寂しいと。で、やっぱりほら、寂しさを感じるから、なんか、私早くもうすぐ行っちゃうかもとか言うんだって。で、あんた私が行ったらさ、こんだけの現金があるから、私メモ残しとくから、あんた全部持ってってって言ったんだって、うちの母親に。そしたらうちの母親が、あんたそんなやってて私別に家族じゃないんだから、くれるならね、今ちょうだいって言ったんだって。今ちょうだい。死んだ後もらえなくないでしょ、そんなお金。息子さんいるんだから。そうですよ。確かにね、全部の財産息子に行きますからね、親族にいるから。そう。だから、よくお母さん言ったね、死ぬ前にちょうだいって。すごいね、それ。ソルティにも程があるよ。シュノさんのお母さんっぽいなって思います。シュノさんソルティかなと思いますけど、お母さんその2倍上を行きますよ。2倍上行くよ。まあもうレベルが違う。それお友達でみんなそんな感じだから。あ、本当ですか。人当たりはめちゃくちゃいい。そう、だから下町なの。だからなんかそんな想像できない。下町のおばちゃんなの。ただソルティにもなんか磨きがかかってね。もうなんかダイヤモンドみたいなので尖ってきてる。まあ楽しいけどね。でもそれぐらいになりたいですよね。それぐらいの年になったらなんかもう何もね気にならないよね。そうそうそう。それがなんか年を取った人の特権かなって思いますよね。そうそうそう。もういいのよ。好きなように生きてくれれば。そうそうそう。別に誰に迷惑かけてるわけでもないし。しかもね、そのソルティさんも別にこう仲いい人たちだけだからね。他の人に対してそんないきなりそんなこと言うわけじゃないし。はいはい。ね。それでもただのハラスメント。怖いよね。ただのイジャルばあさんだよね。そうそうそう。もうこの辺近い。そうです。もう中部に入ってきたって感じですかね。あれシーサーだね。ああ、そうです。あれはシーサーです。緊張でできるだけなんか風邪をひいちゃいけないっていう緊張感って、を感じてて。体調。ごめんね、ひいちゃって。あ、大丈夫です。わかりましたね。このイベント前ってすごいプレッシャーじゃないですか。体調管理がね。体調管理が。ちょっと頭痛いのもやばい。やばい、どうしよう。頭痛くなってきたって、これプレッシャーかかるから頭の痛みなのか。それとも実際に痛いのか。